荒木伸之が当てたらタイミングを測ってやってたと、こういうふうに。まあそういうこと。だから他の障害者や精神疾患者も同じことやられて、ギャーって暴いてたってことでしょ。思い込んだ人は思い込むからね、こうやってやられたらわーってなって暴れるでしょ、車使ってやられたら。まあそういうことさ。だから他の障害者や精神疾患者、まあこういうやり方で暴れさせられた可能性は高い。毎日毎日繰り返されて。